しなきゃいけないと思ってます。よろしくお願いします。充電も食うんで、はい、3年生方やっぱ1年生からスマホを買ってもらってやっぱ3年生だったっていうね。すいません、はい。あのそんな画面近づきすぎないでね、あのブルーライトすごいから。やっぱ自分は最近なんか昔まで目がもうめちゃめちゃ良かったんですよ。何やってもええみたいな、ええみたいな感じだったんですけど、最近からちょっと悪くなってきております。絶対に年のせいですね。関係ないじゃん。いや、大人になるって大変なことだと思います、本当に。そうですね、怖いっす。なかなかこうやってライブハウスで人があまりこういう状態でやることがないんでね、なかなか我々緊張しております。何ヶ月ぶりですか、ここに立つのは。ラスト8月は8月なんだ。8月4日とか。まだ半年ぶりみたいな。半年ぶりです。ちょっと温かい目で見てください。そうそう、始めたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
通してて、いつも本番になって本番終わるまでやっという間だなと思うんですけど、今日も本当にあっという間で、なんか当たり前のように進んでって、なんか本当に寂しいなと思います。でもまあ今日は全力でやっていくんで、最後までよろしくお願いします。自分はあの後期で入ったんですけど、後期終わって部活何入ろうみたいなこと考えながら、ね、入学してきた日が、まあ、昨日のようん昨日のことのように思い出されますね。そうですね。人それぞれだと思いますけど、そう、最初が7割方うち演劇に行こうと思ってて、まあ、でも残りの3割に器楽が入ってたのかっていうとそうでもなかったし、でもまああれですね、あの中学の時にちょっとだけバンドをやってて、まあ、それのよしみか何かで、まあ、ギターの彼に誘われてで入る形になったんですけど、まあね、3人だからなんか人数少ないから揉めねえだろみたいな、まあ、まあ揉めてないっちゃ揉めてないけど、言わないからね、うちが情緒不安定な人間だったりするのですごい迷惑かけちゃったし、うん、それでもまあ大会3人出てちゃんと結果残せたし、でまあなんか1年生の時はすごい不安だったけど、2年に上がって慕ってくれる後輩もいっぱい入ったし、ね、3年になったらもう1年生2年生もすごい頑張ってたし、ね、今年の1年生もなんかやべえし、びっくりだよ、なんだろう、後輩ちゃんたちを見届けるためにもう一回入学したいなって思ってるぐらい、もう一回やり直したいなってすごい思いますし、ね、そうっすね、なんか言っといた方がいいことあるかな、後輩に何か言ってる、なんかあれじゃん、すればそれなりに上手くなると思うんで、練習はめっちゃ、大事だと思います。あと、なんか例えばその同学年とかにその自分たちのバンドと比べてめっちゃうめえみたいなバンドを、そのまあなんだろう、周りからこうチヤホヤされてるバンドが自分の他のバンド以外、自分のバンドの他にあったとしても正直気にする必要はないと思うので、あのそれはその人そのバンドに対しての評価であって、自分たちのバンドはまた違った評価になってくると思うんで、まあそうですね、方向性が一致しててもしてなくてもやりたい音楽が決まっているならそれを貫き通してまあ頑張ってください。それができれば結果にもつながると思うんで、まあ、めげないでください。まあ、そうですね、最後ですね、最後なんか先輩らしい演奏みたいな見せられたらいいなと思います。
と2曲で終わっちゃうんですけど、ここ3年間マジ早かったなと思って。そうですね、自分は、その小学校とかからギターやってたんで、高校なんか中学校は部活に入らず、なんかそれでいろいろ言われたりしたんですけど、でも高校になったら絶対バンドやろうと思って、でバンドやってみて、なんか始めるのもすごい難しかったし、でなんかいろいろやっていくうちに大人と対話したりして、続けるのが一番難しいって言われたりしたんですよ。で実際そうですね、さっきそのあんまなんか大変なんですか、大変なんか本当に結構俺も結構自分勝手なんで、こうメンバーとかに多分迷惑で相当かけてたと思うんですけど、で本当にそれで多分続けるのが大変だったし、だからこそそのまあみんな言うんですけど、仲間言うんですけど、本当に続けることはめっちゃ大切だと思うし、大変だと思うし、でも続けたからなんか何かが見えるところも絶対あると思うんで、ぜひ続けていってほしいと思いますし。でもなんか自分的には続けるのも大変ですけど、始めるのもめちゃめちゃ大変だし、続けるのも大変ですけど、何かを終わらせることはすごい難しいなと思いました。Thank you.